こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。数年前から生地のメーカーの日の出屋さんというところとコラボレーションしています。そして次出るもので私と日の出屋さんとのコラボレーションが終了するんですけれども、その最後の布のサンプルができてきました。次出る新しいテキスタイルをいち早く皆さんとシェアしたいと思います。そのテキスタイルは3色展開で出しています。ブルーとちょっとクリーム色みたいなのとレッドと出してるんですけれども、実はいつもここはいつも撮影しているところなんですけれども、この隣にスタッフがその新しい布でちょっとしたブースを作ってくれたので、今日はそちらからココアートチャンネルを進めたいと思います。それでは移動したいと思います。先に皆さんどうぞ。せっかくなので今日はこちらからお伝えしたいと思います。すごいですよね。本当に私の作品の柄っていう感じなんですけれども、いかがでしょうか。本当はブルーの方も貼りたかったんですけれども、ここにちょっとこのグリーンというかちょっと黄色というかちょっと色あせた写真を思わすようなそんな感じなんですけれども、この隣にちょっと赤も貼ってるんですけれども、赤はちょっとすごいですよね。赤怖いですよね。こんな感じです。同じ作品なんですよ。色が違うだけで全然違う感じなんですけれども、いかがでしょうか。最後なんですけれども、2種類布が出ています。一つは花柄と一つは私のわがままを聞いていただいて、こんなちょっと個性的な作品がたくさんあるんですけれども、ほとんどお嫁に行った作品ばかりなんですけれども、実際に発売されるものはこれの半分の大きさのものなんですけれども、ちょっと分かりやすいようにちょっと大きめの布を貼ってるんですけれども、いかがでしょうか。ちょっとこの状態だと色などが分かりにくいので、画像を見ながらデザインのコンセプトなんかをお話ししたいと思います。テキスタイルのタイトルは「チャイルドストーリー」。私が描くもう一つの子どもの物語。コンセプトは子どもの瞳に映り込んだリアルな現代社会を描くとともに、今の私が過去の私へ送るもう一つの物語。そんなコンセプトで作品そのものをふんだんに使用して出来上がったテキスタイルです。私は職業としてではなく、生き方として描くことを選びました。過去のどんなネガティブな部分も全部作品の餌にして表現してきたつもりです。子供を描きたくて、学童保育やお絵かき教室で大人と子供の関係性や子供の瞳に映るリアルな現代社会の研究を全部作品として表現してきたつもりです。子供は良い可能性も悪い可能性も持ってこの世の中に生まれてきます。一人の人間の存在するどんな自分もきっと子供の頃に出来上がった自分自身だと思います。そんな私が描く子供たちが皆さんにはどんなストーリーを語りかけるのでしょうか。はい、ということで今日は日の出屋さんとのコラボレーションの最後のテキスタイルを紹介しました。また花柄についてはまた今度紹介したいと思います。今まで日の出屋さんとも本当にたくさんのテキスタイルを作ってきたので、またココアートチャンネルでもおいおい今までのテキスタイルのコンセプトなんかをお話ししたいと思います。本当にこの日の出屋さんとのテキスタイルのコラボレーションは、このテキスタイルっていうのはアートよりもまだ皆さんにとって日常だと思うんですね。そんな中でテキスタイルから作品に興味を持ってくださる方もたくさんいて、展覧会に足を運んでくださる方もいました。私の講演会にテキスタイルでお洋服を作って見に来てくださる方もいました。またどこかで何かのご縁があったらいろんなコラボレーションしていきたいなと思っています。はい、というわけで今日はなんか新しいセットのような感じで、もうこれでしばらくココアートチャンネルしようかしらなんて思ってるんですけれども、スタッフが新しいテキスタイルをアトリエの隣のお部屋の撮影ブースに張り巡らしてくれたので、そこから今日はお伝えしました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ココアートチャンネル、ぜひチャンネル登録お願いします。私のプロフィール写真をクリックまたはタップしてください。概要欄にもリンクを貼っておきます。画面のおすすめ動画はクリックタップで直接ご覧いただけます。それではまたココアートチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。